神戸、大阪から手軽に出かけられる観光地として人気の岡山県北部美作エリア。豊かな自然に抱かれるこの岡山県北部を舞台に繰り広げられているのが森の芸術祭、晴れの国岡山。国内外のアーティスト42組の作品が展示されるほか、12の市町村で様々なアートイベントが行われる森の芸術祭の開催を心待ちにしていたというのがこちらの方。サンテレビをご覧の皆さん、こんにちは、片桐仁です。コントユニットラーメンズで芸能界デビュー、名バイプレイヤーとして映画ドラマで活躍する片桐仁さん。近年はアート作家としての一面も注目されています。僕は多摩美術大学で美大を卒業して、画家になろうと思ってたんですけど、ひょんなことからっていうか同級生にお笑いやらないかって言われて、それでコントグループを作りまして、それで芸人やってて、そこから俳優になってっていうのはあるので、ずっとこのね作品をずっと作り続けてまして、これ見てほしいんですけどね、はい、こういうね、はい、ね、グーグルピクセルですね。10グーグルピクセルってね、はい、こういうの作ってる、これカメラですからね、はい、これスマホケースですね。ここもこう秘密のね小部屋があって、ここに開けるとね、ほら頭痛薬入ってるんですね。こういう酒を20何年作ってますんで、はい、岡山ってどうしても海沿いのね、瀬戸内海の岡山ってイメージがあるんですが、もうこの山に囲まれた場所、しかもここにアート作品があるということで、すごく楽しみにしてやってきました。それでは片桐仁が行く森の芸術祭、晴れの国岡山、スタートです。今まで食べたことないですね。うわー、すげーなー。うー、すごいすごいすごい、現代美術。何だったかな、忘れましたね。大丈夫です。キャラが強すぎます。自然豊かな岡山県北部のエコロジーと世界中から集う芸術のエネルギーが今融合する森の芸術祭、晴れの国岡山、好評開催中。片桐仁さんが巡る森の芸術祭、最初に訪れたのは津山市内を一望する津山城です。石垣の間を通ってますけども、この先にあるんですか。あー、すごい、いきなりあった、びっくりした、びっくりしちゃいました、すごい大きい声出しちゃいました。すごいな、なにこれ、竹なんだこれ。津山城に展示されているのは竹を使ったアートで知られるインドのアーティストアシム・ワキフの作品。お城の石垣と調和する巨大インスタレーション、竹の鼓動です。竹の鼓動、ね、こういうの美術館じゃ見れないですからね。おお、でこれ紅葉しますね、これね、もうすぐ今青いけど、いや、この辺綺麗ですよ、このね、竹が組み合わさって、竹籠みたいな、大きな竹籠みたいなイメージですからね。あとはこのあと1ヶ月ぐらいしたら、これがだんだん赤くなってきますから、だいぶ印象変わりますよ。これなんですか、あ、まさか思ったより響かない。これもだから作りながら、この場所にこういうの作ろうって作ったんですね。これもほら竹のあれですもんね。これ真ん中穴開いちゃってか、ここにこう入っちゃっていいんですね。大丈夫です。で、こう、あー、なるほど、あ、ちょっと難しいな、ここ、あ、そんなにです、あのラグジュアリー感を求める感じで、このワイルドな秘密基地みたいな感じですかね。いや、楽しいな。津山城をはじめ、津山市内には10カ所の作品展示会場が設けられています。津山市が誇る歴史的価値のある建物や観光名所が展示会場となっており、アート鑑賞と市内観光を合わせて楽しめる趣向となっています。その一つが
昭和42年に銀行として建築された建物を改装し、地域の民芸品、郷土玩具などを展示している作州民芸館。ここでは国内外5人のアーティストの作品が楽しめます。森の芸術祭のコーディネーターを務める三宅さんにご案内いただきます。まず最初の絵ですね、南波角蔵さんというペインターの方の作品で、はい、もうお亡くなりになられてるんですけれども、はい、この芸術祭の一つのエリアでもある真庭市の出身の方で、うん、ちょっとシュルレアリスムっぽいような不思議な絵を描かれています。でこの絵だとカカシがテーマになってるんですけど、はい、下の人がカカシっぽいんだけども頭が4つあるみたいな不思議な絵になっていて、で山の方も見てみるとちょっとなんか人の顔っぽく見えていくような、はい、そんな不思議な絵になってます。なんでこんな絵描こうと思ったんでしょうね。でこれも同じ、はい、これも南波さんの絵で、南波さんの絵があってセクシーな絵かと思ったら親父ですね。相模湖の方から、はいはい、相模湾の方に住んではって、はい、その時に富士山を運んだダイダルボッチの話が通ってそこにあって、なのでこれ富士山を運んでるっていうそういう絵なんですね。なんだこの絵、シュルレアリズムみたいな油絵があってこっちですよね。そうですね、ちょっともう落ち着く絵画の反対側に行くと、はい、もう非常に現代的な、ロボットの作品が今度はあるんですけど、何やってんですかこれ。これはムハンナド・ショーノさんっていうサウジアラビアのサウジアラビアのアーティスト方で、ロボットがまあこうやってランダムに動いていく中で、はい、地面に、線が描かれている、はい、枯山水みたいなね。そうですね、でその線っていうのが、いわゆる何て言うんでしょう、記号を描いていくみたいなことを、うん、彼は思っていて、その記号を描いてそれがすぐまたロボットが書き換えてしまうので意味がどんどん失われていく、できた途端に意味がまた失われていくっていうようなことを、繰り返していくことで、昔は意味があったけど形骸化しちゃったものについて考えたりとか。ゆっくり動いてるな、はい、あすごいでっかい家、広い部屋で、すごい家ですね、はい、これこれはスミッタさんっていうインドの女性のペインターの方なんですけども、こういう非常にカラフルな、うん、そして豊かな森の絵を描かれる方なんですが、うん、コロナ禍を経て、もうちょっとその人間の暮らしみたいなものと、文化とその森っていうものが一体になっていくような世界観を描きたいっていうこと。顔はなかったり、はい、骨みたいな馬がいたりね、うん、独特ですよ。何日かかってるんでしょうねこれね。そうですね、これは本当に何号ですかこれ、すごいな。サイズとしては6メートル ×2700、 うわーなのですげーなー。森の芸術祭とともに楽しみたいのが地域ならではの美味しいもの巡り。美ま坂の国うまし国プロジェクトのウェブサイトでは、地元の味を堪能できるご当地グルメうまし食のスポットが紹介されています。その一つ、昭和23年創業の早瀬豆腐店では、美ま坂さんの大豆を使ったお豆腐ランチがいただけます。早瀬豆腐店にやってまいりました。そしてもう用意してもらいました、こちら有賀豆腐御膳ということで、はい、おかみこの品数というかすごいですねこれね、はい、豆腐尽くし、はい、有賀豆腐御膳。有賀豆腐で、これまず何から言ってほしいですか。ぜひね、でも豆乳で乾杯としました。とちょっと、はい、じゃあまた豆乳で、はい、いただきます。あー濃厚、へー、これいってどれいきましょう、はい、でぜひね、はい、その湯葉、こちらがね、湯葉、はいはい、豆腐醤油を少しかけて思ったり入っちゃいましたね、はい、ちょっととろっとしてるので、はい、湯葉が食べ物の中で一番ぐらい好きですね。あ、本当ですか、うん、豆乳ににがり塩、お塩ですね、はいはい、打つとこのザル豆腐が今度はできるわけです。ザル豆腐いってみましょうか。美味しいですね。美味しい、よかったです。なんか豆乳、湯葉、豆腐ってこの順番が、はい、なんかやっぱストーリーがありますね。ストーリーなんです。でおすすめおかみ次どうにしますね。それをですね、はい、揚げた厚揚げになるんですね、はいはいはい、こちらは今度も油揚げ勝負でしょう。そうです、これが考えられないですよね、はい、でもちょっとトロッとしてるんですね。トロッとしてるんですよ。ソースっぽいですね。そうです、へー、これ人気商品なんですね。今まで食べたことないですね。これ人気なんですよ、とっても、はい、次はですね、はい、おからを春巻きにちょっとしてるんです。下向け
結構にこちらも人気なんですけど。ああしっかり味がついてますね。はい、中にこう卯の花の、あの甘辛く炊いたお味がありますので、お豆腐ってねメインにならないんじゃないかっていう食卓で、はい、だけれどもいろいろこうバリエーションがあってできるんだっていうのをこのありがとう豆腐御膳で。ありがとう豆腐御膳、なんかでも食べてるだけで笑顔になりますねこれはね。はい、ありがとうございます。いや豆腐でこれだけの量を食べたことないんでちょっとびっくりしますね。続いてやってきたのは津山市内から車でおよそ40分、鏡野町にある名勝奥津渓。変化に富んだ渓谷美が楽しめる奥津渓は岡山県屈指の紅葉スポットでもあります。奥津渓にやってきましたよ。これ見てください、このもみじのトンネルですよ、ね、このオンエアの頃はだいぶ色づいてるんじゃないですかね。え、最近の言葉で言うとこのマイナスイオンがねほら水の音が聞こえてきましたね。川ですよ、ほら川出ましたけど、おーいいなー、こういうの好き、こういう感じですよね。あの看板があるということはこの辺に作品がある。音聞こえますね、なんかね、ビーズのライブですか、違うかあ、ほら立石さん。自然豊かな奥津渓で展示されているのはシカゴ出身のアーティスト立石寿貫の作品です。音すごいしてる、鳥の鳴き声長い。なんだめちゃ音でかいですよね。この川のせせらぎも聞こえますけど、なにこれ、大丈夫、こっからも聞こえますよ、鏡だ、はい、立石寿貫さん、 3D スキャンした奥津渓の岩場を表面上の立体物とし、多様な生き物の声を光とともに反射させる空間インスタレーション。ちょっと何言ってるかわからないですね。なにこれ、この振動みたいなのが来ますね、ドーンって、おおすげえ、このスピーカーがここになんか反射してるってことなんですか。現代美術いや芸術祭って感じです。うー、子供泣くですよこれ、すごいですね、この音も作品なんですね。音って波ですからね。おお、すごい振動、おお。そっか、これがベンチなんだ。おお、くる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 、すごいすごいすごい、おお動物の鳴き声すごいっすね。何これ、すげえ。奥津渓のほど近く、奥津振興センター前でも屋外アート作品が楽しめます。あ、すごいすごい、中が見えますね、完全に。おお、木、中に木が育ってますね。こちらのアートを制作したのは台湾出身のアーティストジェン・チョン・リョウです。ジェンチョン・リョウさんの山に響く小玉、山間部の渓流に生息する山セミは岡山県指定の天然記念物で、鏡野町の鳥にもして、あ、ここの町の鳥なんですね。作品の中には拳の木が植えられており、木の成長とともに自然と一体となる。だからまだちっちゃい木ですけど、この拳の木がどんどん大きくなって、え、どうなるんですかこれ、この隙間から枝が出てくるってことなんですかね。太陽の日差しを遮らないように顔を覆わないで、このなんとベルト状の金属で覆ってるって彫刻なんですね。だから10年後ここに来てみてね、どうなるんだろう。この細かい体の隙間からこう枝がね
このおっぽぐらいまで行ってほしいですよね。でもさ、面白いのはこの作品を置いて見て終わりじゃなくて、やっぱその中の植物が成長していってどん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 こう風景として変わっていくっていうのが面白いですよね。100年とか経ったらもう山蝉見えなくなってるかもしれないですもんね。鏡野町を訪れた際にぜひ立ち寄りたいアートスポットが、古民家を再生利用した鏡野近代美術館。夭折、つまり才能にあふれながらも若くして亡くなった作家たちの収作を集めた美術館です。若くして亡くなった作家さん、夭折の画家、はい、それをピックアップしております。ですからイメージがですね、才能はあった、情熱もあった、ただ痴漢だけがなかった。集めたきっかけは何なんですか。もともとはですね、はい、やっぱり有名な作家さんを集めてたんです、はい、美術館にあるような作家さんの小さな絵がね、上に、いや家にあった言うだけで嬉しかったんです。はい、わかります。そのうちにですね、なんかバカバカしくなってたんですよ。ちょっとサラリーマンが集める作品じゃないなと。ああ、なんかまあ高いしね、ちっちゃくても高いですね。そうなんです。そんな時ね、あるデパートでね、溶接の画家展っていうのがあって、ボロボロの絵とかね、ちょっと書いてある分なんですよ。はい。それでもね、人生を知ってそれを見ると、なんか愛おしく感じましたよね。その作品プラスその作者のなんか人生みたいなのが、物語がありますもんね。はい、そうなんですよ。佐藤清雄三郎さんの描かれた牛の絵なんですよ。戦争から帰ってきて、はい、まあ、病院入院したけど専病死された、33歳で。うわー、早いなー。でこれ見ていただくとね、まあ、これ80年ぐらい前の絵ですけど、はい、価値がないことで粗末に扱われて、でこんなシワだらけと。描いてる牛のこの力強さというかね、はい、なんか僕の実家、山形の実家が牛を飼ってて、はいはい、僕も牛飼きましたもん、小学校の時。そうなんですか。でも臭くて、あ、でもそう、牛がビシャーっておしっことかして、はい、うわーってこうなった記憶しかなくて。そうなんですか。でも牛やめて、牛の入り口にいる犬を飼き始めましたね。あ、なるほどね。牛が怖すぎて。キャベツ、この方はね、まあ、日本ではね一枚も描いてないと思います。最初アメリカに行かれて、はい、その後、まあ、パリに渡られて、はい、活躍されたと。一説によるとね、まあ、エコードパリの有名な画家って藤田嗣治って言われてますけど、はいはいはい、まあ、彼に近いぐらいで活躍された、ところがですね、一度も日本に帰らずに、まあ、亡くなられたんで、はい、日本ではもう全くの無名だった。みずみずしいというかね、木の描いたみたいに綺麗ですよね。そうですね、これ綺麗ですね。野菜はあんまり食べないんですけど。食べないですか。食べないです、ね、館長食べないんですか。野菜いろいろいただくんですけどね、はい、この田舎なんで美味しい野菜いっぱい取れるでしょ、めちゃめちゃいただくたびにストレスになるんですよね。美味しいとこですよ、岡山なんて。あんな野菜は、ね、そうですね、はいはい、もう来年ぐらい好きになると思いますね。そうですね、はい、喋れば喋るほどろくなことにならないので、はい、野菜の話やめときましょう、はい、次行きましょう、はい。こちら版画ですね。そうなんです。ここはまあ奥津温泉ですけど、はい、村から志向さんって有名で、ね、まあ、こちらの方滞在されて作品がまあ残ってるんですけど、村から志向の、はい、でもこの方はね、昔はやはり同じように評価されたらしいんですが、谷中康則さん同じ時代ですか。そうなんです、村から志向と、はい、この方は終戦の翌年にまあ、栄養出張で亡くなられた、はい、まあ、本見るとね、餓死とか書いてありますけど、はい、そういうのを考えてみるとやっぱりこれも、ね、愛おしさがね、このロマンチックな感じがね、愛おしさが出てくるという、手放せない。どういうタイミングでこの絵出会ったんですか。これね、忘れましたね。あ、そうですか。あ、出会いなんか衝撃の出会いがあるのかなと思ったんですけど、何やったかな、忘れましたね。キャラが強すぎます。自然豊かな岡山県北部のエコロジーと世界中から集う芸術のエネルギーが今融合する、森の芸術祭晴れの国岡山、好評開催中。続いてやってきたのは日本屈指の高原リゾート、蒜山高原。2021年蒜山高原の新たなランドマークとして誕生した観光文化の発信拠点グリーナブル蒜山も森の芸術祭の作品展示会場となっています。施設内の蒜山ミュージアムでは
4人のアーティストの作品が楽しめます。館内を案内いただくのは学芸員の三井さんです。すごいですねこの絵、何これ。こう遠近とかをわざとこう狂わしてあって、うん、まあ、それも面白いんですけども、とにかくいろんなものが細かく実は書かれていて、ね、探せば探すというほどいろんなもの、人がね、こっちではさすまた回ってる人とか、なんかタブレットも、ああ、ほんとタブレットでなんか見てますね。テントとか繰り返しの幾何学的な形でリズムを作って、でこういう線、わざとまあ線も引いてとか、すごくこう構成を考えながら作られてる絵のように見えます。すごいな、真ん中辺から描き始めてじゃないかな、違うかな、うん、この辺真ん中からこう外にこっからじゃないですかね違うかな、ど真ん中このバツのなかなか私も分からないですけど、ね、アンリ・ルソーみたいなね、プリミティブというか、いわゆるプロの画家ではなくて、木こりをしてて、はいはい、リタイアして老人ホームに入ってから、はい、83歳ぐらいからこういう絵を描き始めて、まあ、99歳でもう2000何年とかなくなってるんですけど、はい、十数年間にわたっていろんなものを描き続けて、いいっすね、これとかもいいですけどね、この水の表現とかね、水って動いてるし透明だからすごく難しいんですよね、このなんかね滝壺の感じとかがたまらないですよね。鳥取県との県境にそびえる奈義山の麓、自然豊かな奈義町に平成6年に開館した奈義町現代美術館は、3組のアーティストが手掛けた作品が半永久的に建物と一体化している世界初の公共美術館。森の芸術祭の会期中、奈義町現代美術館でもさまざまな作品展示が楽しめます。美術館の高級展示大地とコラボした映像インスタレーションのほか、秋猪俣の不思議なドリンクアートも楽しめます。昨日の空を思い出すというタイトルは、もうその名の通り、前日の雲の、空模様といいますか雲の形をグラスの中に再現をしていくという作品として作っています。実際に私が奈義町現代美術館の外に出て撮影しているんですけれど、それをデータに変換をして自作の 3D プリンターでこうちょっとずつミルクをこう一層ずつ射出することによって、雲の形を水の中に再現しています。雲も移り変わってだんだん形を変えていくように、このミルクの雲もだんだん形を変えて最後は消えてしまうんですが、今この瞬間というのはもう二度と来ないですし、あとこの自然環境というものが、この先永続していけるんだろうかっていうことを思いを馳せる作品になっているのかなというふうに思います。奈義町現代美術館のすぐ目の前にあるゲートボール施設スパーク奈義では、金沢21世紀美術館の常設展示作品スイミングプールで知られるレアンドロ・エルリッヒの体験型作品が楽しめます。おお、これ水面が鏡になってんのかな、これ水張ってある、張ってない、なーにこれ、なんかちょっと不安になるんですね、面白いね、これを映ってこういうこう筒の中にいるみたいな感じですかね、何なんでしょうねこれ、すっごい静かな空間。レアンドロ・エルリッヒの、はい、有名な方ですよね。そうですね、もう本当に人気作家ですね、国際的なアーティストで、まあ、特に金沢21世紀美術館に常設されているスイミングプールね、はい、あれはおそらく一番有名な常設作品ですよね。そうですね、日本中でね、その作家が、今度は森の芸術祭でこういう自然にフォーカスした作品を作られたということで、これって鏡みたいになってるけど、水が張ってるわけじゃないんですか。いや鏡です、全部鏡なんですね、はい、なんか水が張ってるってなんか思っちゃう、ちょっと怖いんですよね、一瞬ね、非常にトリッキーで、ちょっとこう騙し絵的な作品ですね。そういうのやっぱ楽しいですよね。楽しいですね、
これものすごい高いところにいるかのような、ね、はい、そうなんですよ、怖いんですよ、実はもう数十センチのところ、そうなんですよね、この上の映ってるだけでうわちょっと怖いって感じになんか、なりますよ ね、 そうですね、全く吊り橋みたいな揺れ方もしないのに、そうです、そうです、まあ、不思議な空間ですよね。エロリヒそのものがその建築家の家系に生まれて育って、はい、まあ、こういう建築的な作品っていうのはやっぱりあの若い頃からあの、ね、うん、意識されたんでしょうね。今だから現代美術館も入れるしこっちも入れてすごい得ですね。そうです ね、 ね、やっぱりこう美術館に行く人ってもう 1% もいないんじゃないかなっていうぐらい、なかなかこう自分には関係ないものって思いがちなんですけど、やっぱこう地域に根ざし、しかも今だけこう触れる機会があるので、なんかアートに触れるきっかけになってくれたらなって、うん、もちろん大人から子供までですよね。すごくいい入り口だなとは思いますね。そうですね、はい、街もすごく綺麗だし、だからなんかやっぱり作品としてこう作ったものを見て外に出ると、もうこの街の自然というかね、うん、県北のこの山の美しさみたいなのなんかより実感できるなと思いましたね、うんうん、はあ、なんかアートを見た時に自分がいる場所を当たり前の、まあ、この地元の人にとって当たり前の日常が、あ、すごくこうすごいところに住んでるなって実感するきっかけになったりとかね、なんかこういろんななんか気づきがあるっていうのは面白いですよね。そうですね、うん、見直したりするきっかけとかね、うん、まあ、新たな魅力の発見になるのが ね、 そうですね、機会になればいいなと。それです館長、はい、僕が言いたかったのはふわっとなっちゃったんです。新たな魅力を発見できるっていうきっかけになったらいいなって、ね、あの僕が言いたかったんですけど、うまく言葉できなかったんですけど森の芸術祭巡りを終えた片桐さんに最後にどうしても見てもらいたいアート作品があり、再び津山市内へどういうこと？よいしょ、ちょっとどういうことですかこれ、岡山にゼータガンダムあるんですねすげー、何これ。道の駅久米の里にあるのは、片桐さんが大好きなあのアニメに登場する巨大モビルスーツです。メカデザイナー藤田和美氏のデザインしたバージョンのゼータガンダムです。皆さんが知ってるゼータはちょっとね、なんかこの長いとこ長いんですよね。すげえな、今にも動き出しそうですねこれ。安全上動かすことはできませんが、さまざまな部分が実際に動かせる構造になっています。いや、それと関節音はちゃんと油圧シリンダーとか本当に動くってことですね。25年前にこんなもの作ってんの全く知らなかった。ちょっとほら足元錆びてる感じわかりますあれとかをね、塗装で再現しますよ我々も。ゼータガンダム自体は錆びが合わないって言われてますからね、うん、似合わないっつって、ね、ガンダリウム合金ですから、はい、なんだよそれすげえ。今回ご紹介した森の芸術祭晴れの国岡山は11月24日まで開催中。紅葉深まるこの季節、ぜひ岡山県北部美作エリアへお出かけください。視聴者プレゼントのお知らせです。片桐仁さんのサイン入り森の芸術祭公式グッズをプレゼントいたします。サンテレビの番組ホームページから番組へのご意見と合わせてどしどしご応募ください。